え火曜日のコメンテーター総理総合研究所エコノミストの吉崎達彦さんです、えー、このニュースからいきます朝日新聞総合面からです新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急経済対策について自民党は昨日事業規模を60兆円うち国費を20兆円とする提言案をまとめました 現金給付や助成金旅行などのクーポンを含めた給付の総額についておよそ10兆円を上回ると掲げこうした給付が消費税5%減税分に相当すると指摘し消費減税には触れませんでした。はい えーまあ、経済対策国費20兆円案が自民党内から出ているということなんですがあの吉井さん、このコロナウイルスの感染拡大の頃から拡大の、はい、ニュースがこう、 どんどん報じられ始めた頃から、うん、とにかく今は現金なんだと、うん、現金を、まあ、その収入によってということではなくとにかく一括して現金を、うんえー、それぞれ支給するということは大事だということをおっしゃってましたこれはあの実際に前例ありますんで、はい、リーマンショックの時にやってますんでね、うん、定額給付金っていうのはあの時は、えー、1人1万2000円、はいえー、高齢者と、えー、子供は 八千円プラス、つまり二万円ですね。はい、ええー、これをまあ全国民に配ってるわけなんですが、えー、評判悪かったんだけど、うん、それって二兆円でできるんですよ。二、はい、兆円でしかも他の経費がかあんまかかんないわけです。うん、だから私の提言はこれ五倍しろと。うんえー、そうするには十兆円の経費で一、はいえー、人六万円、うんえー、プラスあのプラスアルファは十万円。うん ができると、うんえー、結構時間がかかるんだという話はある聞くんですけれどもまあこれをできれば5月中ぐらいに配れれば、うんえー、相当大きいんじゃないかと思うんですでこれ言うと必ず「そんなものは貯蓄にもあるからダメだ」うん、まあと言われるんですがこれは実はあのリーマン・ショックの時の定額給付金もこれ追跡調査が行われていて、うんえー、やっぱりあの貯蓄に回った部分が多いん,、うん、んですね。 でただ、私の主張はですね、えー、本当に消費刺激ちゃまずいかもしれない、うん、だって感染がそれで拡大しちゃ元も子も,も,もないんで、うん、別に貯蓄に回ってもいいですよとだってそれでほっとできる人が相当いらっしゃるわけなんで、うんえー、もう、緊々やらなきゃいけないのはこの,あの現金給付。うん でよくあのお肉券とかね,ね一部言われてますよねであんな話はもうちょっと先の話で、うんえー、まあ夏ぐらいになってからやればよくてですねそんな今ここでそのお肉券とかお魚券配って、まあ、これもあの畜産業者に聞くとあの生き物なんであの緊急なんだって言われるんですけれどもでもそれで消費を刺激することが本当に今の状況でいいのか、うん 言うと、まあ、二律背反ですよね、うん、あの消費を底入れさせたいけどもそれで人が大勢外へ出て行ったりすると、うん、またこれはこれで、うん、えより大きな目的に逆らうことになっちゃうんでだから第1弾をもう定額給付、うんえー、プラスアルファはもう少し先になってからという、うん、まあそんな感じで考えるのがいいのかなと思ってます。 まあ菅官房長官もあの、収束後、コロナウイルスの収束後に V 字回復を果たすための施策にはついては、前例にとらわれずやっていくって言ってるんですが。 まあこれもいろんな見方があってその先のことより今やることであの国民すべての人に安心感あお金は5月ぐらいには出るんだそれからもう一つ言われてる昨日まああの小池都知事もねあどう何をおっしゃりたかったのかっていうまあ夜間の外出は控えてくださいということなんですけどもその中での経済対策も都独自というよりは国に強対して強く働きかけていきたいっていうことを言ってるんですがその経済対策ですね 例えば夜間外出、まあ、外での、うん、酒場カラオケ、うん、ナイトクラブ、まあ、はっきり言えばキャバクラも含めてですけども、うん、そういうところお店ができなくなっちゃうそこに勤めている人たちの、うんえー、保証というのをどうするんだということについても、うん、これ早急に、うん。 あの、これいろんな意見があって、まとめるのは大変だと思うんですが、うん、誰かがリーダーシップ、まあ安倍さんということになると思います。いや,いや,やらなきゃいけないと思うんですよ。どうですか。やっぱり休業補償しなきゃダメですよね。そんな、あの、えー。これに、あの、自粛しない人は非国民だみたいな言い方をして迫るのは。はい 私はちょっととアアンフェアだと思うんですよねで昨日の夜の「のワールドビジネスサテライト」つまり小池さんが昔自分がキャスターやってた番組でゲストとして出てきて、えー、やっぱりあのあのそこでまあ盛んに言われてたのは、えー、せめて固定費ぐらい持ってあげないと中小零細の,あのお店はもう死んじゃいますよっていうそれ全くその通りだと思うんですよね。 だから例えばその家賃とあのまあ、人件費の8割とかね、うん、そのくらいちょっと出すからあのお店しばらく閉じてと、うん、そういうんでなかったら、うん、逆にもうあの皆さんの両親に訴えて自粛してくださいっていうのは、うん、そりゃ悪いけどもたないですよね。うん だからそのために、まあ、国だけでもなく例えば都独自の国に比べたら予算規模は少ないにしても、うん、でも東京っていうのは国家規模の予算、うん、まあ日本を除けばですよって言われている中で、うん、都独自の施策としてこういうこともやりたいと思いますっていうこともおっしゃっていただけるのかなと思ったら、うん、そうでもない結局4月8日に出るという、まあ、政府の,、はい、あの対策頼りということだ だと思うんですよね、うん、でそれはちょっとあのそれで本当にあのあくまでも自粛を、うん、あのお願いされるっていうんだったら、うん、それは少なくとも短期間はいいけど長期間はみんなついていかないと思うんですよね。うんうん そこであのこれネット上でもうデマが随分出ましたが緊急事態宣言ですねこれはもう政府が明確に否定しましたけどもただこれ状況としてはいつ出てもおかしくないし日本医師会日医の方としても緊急事態宣言っていうのはもう出すべきだということもおっしゃってるそういう中においてどこかで覚悟はしてこなきゃいけないわけですよね。そののため,だそのための 手当て経済的な手当てってのはこれも早くやんなきゃいけないと思うし、うん、やるんだったらもうちゃんとそれ経済的な手当したたたしし上でで出していいだきたいんですよねあのそれはまた後でとかっていうとにかく今はこれ、うん、あのっていうあの緊急事態宣言ってそんなに何かこのああのまあ、今海外でやってるような。うん すごい強権的なことができるわけじゃなくて、うん、あくまでもこれ特措法の範囲内ですから政府としてはまあ切れるカードではあるけれども、うん、切ったところでそんなこの。 なんてんですかね、うん、あの、どうだ、あの、恐れ入れみたいなことができるわけでは全然ないんで。こう、よさん、であるとすれば、よしえー、さんがもしね。えー、まあ、れ、リーダーであるとすれば、えー、まあ、緊急事態宣言というのは、もちろん用意しておかなしちゃいけないことではあると思います。ただ、その前にすべきこと、うん、もう早急にやらなきゃいけないこと。うん、例えば、具体的にどんなことが一つありますか。今の話の、中には、ねえー。あの、ですから、その自粛をお願いする時は、ちゃんとその。えー 保証をするということですね。うん、もちろん、それはあのフルふる全額。え、何でも面倒見ますじゃなくて、いいですから。うんうん、あの休業期間は、え、お店の固定費ぐらいは、あの出しますよ。家賃とか人件費。はい、あるいは光熱費も。光熱費は別に、あの、えっ、ー、と、固定費じゃなくて、お店閉じてりゃ使わないかかわけだから。だじゃ、家賃、人件費。そうですね。はい、その二つ。 もちろんフルでなくていいから例えば何割出しますとだから協力してくださいという言い方でないとこんな状態っていうのはだから千葉埼玉神奈川で東京都知事の皆さんがテレビ会議とかやってますよねでオリンピックのことに関しても小池さんと安倍さんは話をしてるわけですよね。このの辺ってうは臨機応変に いつでも会このようやってんのかななんかオリンピックのことだけで終わっちゃってるんじゃないかって気がしますけどね。でも緊急事態宣言出るかどうかわかんないあるいはロックダウンと言われる都市封鎖があるかどうかわからないけどもあるってことが視野に入っている以上は打てる手はすべて打っておこうっていうことですよね。あのこれもだから自治体の側としてはやれるんだったらやって早くやってください っていうことになるし、はい、政府の方としては別にこれやってそこでなんかまた責任負わされるよりはもうちょっとこれ取っときたいっていうのが正直なところじゃないですかねあのー、だから昨日私のところにもいろいろその4月2日なんだってとかって大真面目で言ってくる人がいる <laughs> いましたけどもうんち,ょちょっと私はそんなにリアリティは感じなかったですけどね。 やる以上は効果的なことを施策を打たなきゃいけないということです、ね、あのまあ私よく言う重心性ですね縦に深く、はい、あの ちゃんとそのこここれがうううなっった次はこうするっていうある程度その先のストーリーを作った上でこういう景気対策なんかも打っていかないとなんかこのずっと明日をも知れぬ感じで来てるわけじゃないですか突然学校がきあのお休みになったりで「あしまった学童は開いててください」とかねそういうあのなんかこのちゃんと縦に深くなってない えー、そういう対策が続いてるんで、えー、これはちょっとも,あのもう少しストーリー作った上で、うん、えで、ー、やってくださいよと、うんえー、申し上げたいですよね。さあそ,それから世界的に拡大している新型、はい、のコロナウイルスなんですが、うん、アフリカでもちょっと懸念がかなり強まってきている中でイタリアの深刻化っていうのは止まらないわけですよね。はいうん でそのイタリアに対して、まあ、医療崩壊が始まっている、うん、でもそれぞれの周りの、まあ、EU 各国も自分の国で精一杯だと、うん、医師団を医療団を派遣することも難しいという中で、うん、ちょっとかなり気になるニュースというのが、うん、イタリアとしても国としてのあり方のために、うん イタリア国債買ってくださいよと支えてくださいってことに対して周辺は非常に冷淡だっていうのですあの要は財政規律が保たれてないっていう話になるわけですよね <はい S 2> でもこの医療崩壊だが言ってるときに財政規律なんて言ってられるかよっていうのが多分イタリア国民の反応ですよね <はい S 2> ところがあのドイツとかオランダとかあの欧州の北の国っていうのは だからあいつはそういうもともとダメなやつなんだみたいな反応になっちゃうわけですよ、うん、私でもそもそもこの今のイタリアの医療崩壊を招いたのは EU の財政規律のせいでもともとお医者さんの数も少なかったし、うん、ベッドの数も少なかったしっていう、うん、それがあるんで、えー、私正直言ってイタリアに登場しますよねこの件ではもう本当 EU 離脱になっても将来ね、うん、おかしくないと思いますよ。はい ドイツ、オランダが国債を買い、ええ、支えてください、お願いしますといういや、ECB というか、あのうん、中欧州、中央銀行はそれ、仕掛かってんのに、うん、あのドイツとかがもう、しにかかってんんだもんこれは信頼関係、もゼロになっちゃいますよ、ね。というかね、これ、本当にあのあのの大変ですよ、これで格下げとかになってったらね。うんうん あの私、本当にこの今度のコロナ危機みたいなのが、まあ、しばらく続いた後に何が起きるかっていうとやっぱり国際機関とか WHO みたいなねあるいは EU みたいな、うん、あのそういう機関って本当に信用を落とすと思いますね。うん、やっぱりし信用できるのは国家 であって、うんえー、しかもあの G20 とか G7 もまあんまり今機能してなくて、うんえー、国家の時代にまたどんどん戻っていく、うん、でしかもその国境を越える人の動きもまあ細っていって、うんえー、それからの経済もですね立て直そうぞこれから立て直すぞという時に外需があんまり期待できない、うん、インバウンドもやっぱりいつ戻ってくるかわかんない。 この変化っていうのはすごく大きくて、えーまあ、人類ってやっぱり危機があった時って変わりますよね。うん えー、もちろんその中にはいいこともあって、えー、例えば第二次世界大戦のあとになって男女の平等とか人種間の平等みたいなのがすごく進んだとかあるいは、えー、大恐慌のあとに、えー、アメリカではソーシャルセキュリティまあ今の年金制度ですね、えーまあ、そうやってその人生設計ができるようになったとかやっぱ大きな危機っていうのは必ず何かその、まあ、大きな変化をもたらすんだけど今度のコロナ危機は一体 世の中どんなふうに変えちゃうんだろう、うん。っていろいろ考えてて、真っ先に思いつくのはそこですね。やっぱ国や国しか信用できないっていう。うん、で、その国が信用できなかった時は、本当悲惨だよねってことになるかと思うんですよね。まあ、トランプさんもそうだったし。うん、まあ、そうであるし、今でも現在、うん、自国ファーストっていう流れっていうのが、えー、この今回の。 あのコロナウイルスに関して言うと自国だけではどうしようもない、えー、まあ人間の行き来というのは当然こうある中でそれをすべてじゃあ封鎖してでこれで一旦収まった後まさに義時さんこの後のことについてなんですがあの今回とにかく中国発ってもうあのトランプさんは。 ね、中国ウイルスなんてことを言って中国の大反発を受けてるんですけどもこのことについても中国が感染源なのかどうかというのはかなりそ濃厚と言われてるけども。 まず言えることは国際社会に対してこの国で重大な感染症が発生しましたってことをまず広く知らしめるそのためには WHO という組織があるんだけどこの WHO がどうもグラ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 してるような気がするあの現場の医官とか技官たちは頑張ってやってるということなんですがその上の行政執行機関がどうもいろんなあの。 各国のいろんな思惑で揺れちゃってる。この辺がこうちゃんと機能してれば。 もううう少し感染のの拡大っっていい遅くななたんんじゃないかと思うんですけど、ね、まあまあでも国際機関って多分にそういうところはありますからねあ,、うん、あのあんまりあの何となく国連とかっていうと素晴らしいもののように思っちゃいますけど、うん、あるいは世銀 IMF とかいうと、うん、これもなんかこの金貨玉状のように捉えちゃう日本人は割と多いですけれども、うん、やっぱりあ,のああいうものっていうのはちゃんと政治で動いてんだし、うんえー、そこはねあの あの腹は立つけどそういういもんだとと思思った方がいいと思いますよだけど WHO だけでもなんとか機能本当の意味での機能あるいは今回の強い権限本当はもは持たせた方がいいんじゃないかって声もありますよね。特に情報を出せというペナルティは出すペナルティを課すてどんなペナルティがあるかっていうのは分かんないけどもただ今後まだこの今回の新型コロナウイルスと類似したような感染症っていうのは かあの十分考えられるわけだから、うん、この辺の手当、うん、まあ日本国内で言えばその医療体制を再構築しようじゃないか、うん、病院線作ろうじゃないかってありますけど、うん、これが日本だけやっててももう間に合わないでしょう、うん、とにかく、ええ、その時に頼りになるものっていうか精神的に安心感、うん、安心材料がないとなんか怖いなこの先と思っちゃうんですけどね。うんうん まあでもねあのやっぱ安全保障っていうのは国家単位でやっていくしかないんだなと、うん、でそういう意味ではちょっと日本って国はあんまりそれやしっかりやってこなかったし今、ここになってもその非常事態宣言だってあんまり足した、うんえー、カードにはならない相変わらずお願いベースだし、うんえー、交通機関止めるってことも多分できないんですよね、うん、お願いベースになるわけですよね。<は>えー、それでいいのか っていうことも、うん、多分今後の課題になっていくんじゃないでしょうかね。まあ、うん、行政者、異性者からするとめちゃくちゃこれ、うんうん、勇気のいる決断ですもんね。そう,うん、そうですよね。うんえー、あのやっぱ今度のことって、えー、まあちょっとあのまあいろいろ議論する仲間しで議論するとやっぱりリーマンよりひどいねとあ,<ー>あのというのは世界同時だし。うん それからあのいつ終わるか全く分かんないしまあそれは2年も経てばワクチンはできるだろうぐらいのまあことは思ってるけれども、えー、それからあの細かい点で言うとあのいろいろ企業とか、えー、零細業者た助けようっていう時に地域のあの金融機関っていうのが今体力弱っちゃってるとか <laughs> もう本当にねあの悪い条件がいっぱい 揃っててまあその中でもまあちょっと暗い議論になったんだけど最後にそのさっきの話ですね「これだけ大きな危機があったら世の中変わるよね<ー>、えー」変わったところでなんかこのフレッシュスタートが切れるようなことを考えようかねと言ってそこでやった話が終わったんですけれどもあの話はベースゼロベースになっちゃうこともあるかもしれないけどもうん、うん、でもこれはまたそれを「あーゼロになっちゃった」って、うん 悲観するよりはそこからじゃあ再構築しようよと何、うん、か新しい仕組み作ろうじゃないかっていうことになればいいですね、うん、なんかやっぱりあのこれだけ大きな変化があるんですからもう本当に大きなルールが変わるようなことがきっと起きて、はいえー、その中には結構いいことも私はあるんだと思いますね。うんうん えー、もうずっとおそらくしばらくこの話でいってしまうとは思うんですけども <laughs>、うんえー、火曜日の「深読みジャパン」コメンテーターは掃除総合研究所エコノミストの吉崎達彦さんでした来週もちょっとはいいことがあることを祈りつつ <laughs>、ね、よろしくお願いいたします。